よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず西田さん、はい、ドレス着替えて改めていかがですか？すごく嬉しいです。やっぱりなかなか着る機会って普段だとまずないので、すごく新鮮な気持ちになります。うん、でもね、一人で、まあ、マージンルールじゃないですけども、はい、歩いてくるっていうのはちょっとね、ちょっと寂しいですやっぱり会えてほしかったです、ね、両サイドに、ね、もう既婚者がいます両サイド女の子です違うかどうですか、うん、羨ましいです佐藤さんからこう、なんかね、今いい生活してると思うんですけども、はい、花見になるためのなんかポイントみたいなのありますか？結婚はタイミングといいますか、うん、こう自分一人でするものではやっぱりないので、うん、自分がしたいと思ってもできない時もありますし、うん、私の場合はこう逆になんていうんですか、意識しないで生活していたら結婚というタイミングがこう降りてきたみたいな感じだったので、やはりこういう仕事をしていると結婚っていうのはってちょっとこうなんて言うんでしょうね、いろいろ考える場面があったんですけれども、そういうのを逆に取り払った時の方がなんかこう、まあ、この職業関係ないと思うんですけど来ました。はい、だからまだまだ若いですし意識しないで、うんうん、あんまり今すごくしたいっていうのはまだないですね、うん、正直、うん、ゴーンってなってきます、うん、ゴーンとゴーンとゴーンと田丸さんはね、3年目ですね。そうですね、3年目になりましたね、はい、どうですか？いや、とても毎日穏やかで、18年の親友関係だったパートナーですので、なんか親友が旦那さんになって、まあ、去年子供も生まれて夫婦が父親になったみたいな、すごく緩やかな時間の中で変化していっていて、まあ、とても心地いいなと、はい、日々感じております。ご出産されてからこういったイベントに出てくるのは、でももしかしたらほぼほぼ初めてかなというような気もします。はい、なんかすごく体型が、はい、家なんですけど、 ありがとうございます。お子さんで、はい、そうですね、やっぱり妊娠中は9キロ近くは体重増えたので、うん、まあ、出産が終わってから緩やかにですけど、自分なりにトレーニングをして、今も家で朝晩ストレッチをしたり、うん、腹筋をしたり頑張っております。じゃあ元の体型に戻られてるんですか？そうですね、体重は戻ってます。ダイエットのDVD も出すそうですよね個人的にレクチャーするほどの知識がないんであれなんですが、まあ、でもコツコツと日常のいろんなところでこうちっちゃく筋肉と向き合うということが大事かなじゃあウェディングの花嫁さんの横で筋肉試すのも筋肉大好きです。そうかと思います。でもどうでしょう、水沢さん、いつ頃に彼氏っていうか結婚相手現れそうですか？現れそう、いや、こればっかりそれこそタイミングなのでわからないですけど、私としてはある意味いつでもいいというか、気持ちが今結婚に対してそこまで向いてない、仕事をとにかくっていう感じなので、もしかしたら40とかなっちゃうかもしれないし30歳ぐらいでもいいですし、いつでもですね。最近は皆さん遅い方も結構多いと聞くので、いつでもタイミング次第です。でも先ほどの、まあ、DVD はじゃあ結構これから役に立ちますよね、自分自身にとっても。はい、私も実際当日撮影していて本当に目から鱗と言いますか、勉強になることがたくさんありました。うん、実際撮影するにあたって、まあ、演じるっていう言い方があれですけど、先輩方事務所にもいろいろウェディングドレス着てる方いると思うんですけど、なんか事前にアドバイスもらったりとかしてます？こういう立ち居振る舞いがとか。まだ私は多分結婚の毛の字の気配もないので、アドバイスをいただいたことはまだなかったです。はい、あれ、それで、まあ、今40ぐらいになって遅くなっちゃうかもって話しあって、まあ、芸能界でお決まりの質問であれなんですけれども、はい、ウェディングドレス、独身の頃着ると結婚遅くなっちゃうって話がよくありますけど、それは気にしました？してないと言ったら嘘になりますが、もう喜んでという気持ちで着させていただきました。
でもね、あの絶対向こうに結婚すると思うんですけども、結婚式ではあれですよね、やっぱ田村さんみたいな失敗しないほうがいいですよ。それは本当に気をつけてほしい。可愛いおちょこで先輩可愛いってないですけど、とっても可愛らしいなと思いました。でももうあのそのお話を聞いて、前日にちゃんと忘れないように忘れ物チェックを、はいはい、忘れ物チェックを一つ一つして、ああ行ってから気づいたっていうか、はい、行って、あ、まあ、あの前日に次の日の一応ね、あのプランを、うん、ミーティングしますよね、うん、そこではっってなったんです。まあもっと周りははってなってましたけど、まあ一応無事挙式を終えました。佐藤さんがそこまで致命的なのは何だろう。私はその披露宴とか結婚式を挙げていないので、あの、まあ、結婚指輪という形のものも実は作っていないので、あのまあ、マキちゃんみたいなしかないんですけれども、でもそれも含めてその人たちの式の形であったりするので、それはそれですごくこう楽しい思い出に、やっぱ結婚式は何でも笑顔で終わられるのがいいんじゃないかなと、うん、思います。こうやって実際ウェディングドレス見て、変な意味じゃなく、ドレスやっぱ良かったな、もう一回着たいなみたいな、いや女性はいくつになってもこういう綺麗なものにはあの袖通したいとか、でも見てるだけでも本当にこう目の保養というか美しいものっていいですよね。やっぱりこうウェディングドレスというものに関してはが特別なものなので、やはりこう着て写真とか収めた方が絶対いいかなと思います。うん、あの繰り返しになりますけど、田村さん、それで結婚式の時にご主人と喧嘩とかしなかった？まあ、とてもあの穏やかな方なので、あの私も含め周りがあややしているのを見ていて、まあ、これもまた新しいスタイルなんじゃないかと完全に受け入れてくださったので、まあ、あの素敵な人と結婚したなと、はい、感謝いたしました。じゃあ喧嘩にはならなかった？喧嘩にはならなかったですね。じゃあすみません、そろそろお時間です。最後にあの13さんから DVD の PR 最後に、はい、はい、私も実際に撮影をしていて勉強になることがとってもたくさんあったので、皆さんもぜひ手に取っていただいて、あの素敵な式を迎えていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。